トーストサンドイッチはバターを塗ったパンにトーストを挟み塩と胡椒で味をつけたサンドイッチである。その原型はイギリスのビクトリア朝時代まで遡ることができ1861年に発行されたビートン夫人の火星特本にレシピが収録されている。2011年11月火星特本出版150周年を祝う目的でイギリスの王立科学会が イギリスで最も安上がりな料理としてトーストサンドイッチを紹介し注目を集めた。王立科学会はビートン夫人のトーストサンドイッチとして以下のレシピを紹介している。薄手のパン1枚をトーストする。2枚のパンにバターを塗り味付けのため塩コショウを振りかける。バターを塗ったパン2枚の間にトーストを挟みサンドイッチにする。王立科学会によると 平均的なトーストサンドイッチのカロリーは330キロカロリーである。パン3枚で240キロカロリー、バターで90キロカロリーという計算である。栄養価は表の通り。イザベラ・ウィートンの火星特本でトーストサンドイッチは病人向けの食事の節で紹介されている。レシピは王立科学会が紹介したものと概ね同じであるが、具材を コールドトーストとしている。プルドミートの一種である、プルドポーク。火星特本のレシピでは、こうした具材を加えて変化をつけることも提案されていた。また、これに続いて、次のように記されている。当時、消化力が衰えた人には、淡白な食事が良いと考えられていた。食物資屋のアニーグレイによれば、トーストサンドイッチは、ビーフティーともに、 病人向けの食事として人気があったという。火星特本には他にもコールドトーストを使ったメニューとしてトーストスープやトーストウォーターが掲載されている。ロンドンのピカデリーにあるバーリントンハウスの中には美術学校のロイヤルアカデミー・オブ・アーツと王立科学会など5つの学術団体が所在する建物で中庭は一般公開されている。 家政特本を表したイザベラ・ビートン。料理、育児から使用人の管理まで、家庭運営に関する著作を多数発表し、ドメスティックゴッテスなどと呼ばれた。2011年11月15日、王立科学会は、プレスリリースを出し、ビートン夫人が書き残したトーストサンドイッチこそが、イギリスで最も安上がりな料理であるとし、 明日11月16日にバーリントンハウスでこれを再現して試食に供すること、トーストサンドイッチが最も安上がりな料理であることに自信があるので、これよりも経済的なランチタイムの食事を提案した最初の人物に200ポンドの賞金を出すと発表した。王立科学会がこうしたプレスリリースを出したのは火星特本出版150周年を祝うためである。 火星特本の中から再現する料理を選定するにあたり、王立科学会が原価にして7.5ペンス程度の忘れられたサンドイッチ料理を選んだのは長期化が予想される不況を乗り越えるための一助としてであったという。火星特本に掲載されたレシピの多くは肉をふんだんに使ってテーブルを埋め尽くすような料理であるが、一方で裕福ではない人々のための料理も含まれており、 お金も時間もかけずに済む知られざる料理を紹介することにしたという。王立科学会のジョン・エムズリー博士は私も試してみましたが案外食べられるもので食べ応えがありますよ。カロリーとお金が確保できますからランチにはトーストサンドイッチさえあれば他に何もいりませんなどと述べている。王立科学会職員のジョン・エドワーズは学生時代に 激安即席の極致と考えていた、テスコのインスタント麺よりも、安く手軽に美味しく、カロリーが取れると述べる。エドワーズによれば、21世紀のパンは、ビタミンやミネラルが豊富であり、ビートン夫人の時代のパンよりも健康的であるという。バターの代わりにマーガリンを使うことも可能で、カロリーを抑えることができる。英国栄養士会のスポークスーマンを務める。 メリッサリトルは BBC の取材に対し卵でタンパク質を補って腹持ちを良くしたり缶詰イワシや野菜を加えることで安上がりに栄養素を補うことができると述べている。BBC ニュースマガジンはトーストサンドイッチと共にこれまでイギリスで食卓に上った様々にチープな料理の記録や記憶をたどる記事を掲載した。例えば ビクトリア朝時代のレシピ本に書かれたフィットレスコックタイタニック号の三等先客のディナー第二次世界大戦中の食料配給と急防の時代に考案された各種料理であるガーディアン紙はトーストのサクサクした食感を認めているがこの食品をサンドイッチとして受け入れるためには塩と胡椒が死活的に重要であると述べているまた 別パターンのトーストサンドイッチを試作し、こちらの方がトーストを挟んだサンドイッチよりも優れていると主張。パンやバターをスーパーで購入した王立科学会はまだコストをかけているとし、公園や郊外ではや果実などを採集したり、パブから使わずに持ち帰ってはきたもののそのまま放置されているであろうケチャップやマスタードなどの小袋を使用したりすることで、もっと安上がりな料理が可能だ。 などという記事を掲載した。トーストサンドイッチより、経済的なランチメニューを提案した、最初の人物に賞金を出す。企画は、応募が殺到したために発表から7日後に締め切られた。王立科学会は、数百件に及ぶ応募を厳正に審査したが、最初の提案者が特定できなかったとして、受賞に値する候補の中から無作為に選んだ、応募者に、賞金200ポンドを送った。 2011年11月28日、ナショナルパブリックラジオのバラエティ番組、ウェイトウェイト、ドントテルメが、イギリスで最もチープな料理であると科学者たちが、決定したトーストサンドイッチを取り上げ、ビタミンと被害の1日あたり推奨量を予算内で満たすのに、ぴったりと紹介した。出演者たちは、トーストサンドイッチを試食したが、ホストであるピーター・セイガルは、これより、 純粋なサンドイッチは、パンの間に隙間を開けた、エアサンドイッチしかない、ロスコの絵と言ってもいい。あるいは、リューシャンのサンドイッチのようだ。サンドイッチと、言語、両者の本質を問うていると評しており、他の出演者も、まるで、裸の王様のサンドイッチ版だ。とても賢くて、自分の地位にふさわしいものだけが挟んであるジューシーな、肉を味わえるんだなどと述べている。2014年。 アメリカの広告業界紙、アドウィークのデイビッド・グリナーは、タコベルのバリューメニュー、1ドルダラークレイビングスを、試食する記事において、チーズロールアップを、これはタコベル流のトーストサンドイッチだと評した。2016年、エンターテイメントレビューサイト、ザ・エ v クラブのマイク・バーゴは、ウィキペディアから珍しい題材の記事を取り上げる連載、ウィキワームホールの中で、リスト・オブ・サンドイッチズを取り上げたが、 トーストサンドイッチについて、贅沢なまでの味気のなさと評した。料理や、食料品に関する話題を専門とするウェブサイト、デイリー・ミールは、2015年に公開した、あなたが知らない12の人生を変えるようなサンドイッチと、大した記事で以下のような紹介をしている。あまり美味しくないから知られていないサンドイッチもある。例えば、イギリスには、バタートーストを2枚のスライスしたパンで挟んだ。 トーストサンドイッチという代物が実際にある。幸い、ガダイストたちはそれ以降新たなサンドイッチを発明していない。ヘストン・ブルメンタールのレストラン、ファットダックでコース料理中の一品として供されたトーストサンドイッチ。先進的で創造的な料理で知られる有名シェフのヘストン・ブルメンタールは、自らのレストラン、ファットダックでコース料理の中のサイドディッシュとして、 トーストサンドイッチを提供した。ビクトリア朝時代の料理と、不思議の国のアリスから触発を得て表現したメインディッシュは、1892年頃の帽子屋の、お茶会、マットハッター、st パーティーと題された。このメインディッシュは、ニセウミガメのスープ、懐中時計、トーストサンドイッチで構成される。ブルメンタールによるニセウミガメのスープと、トーストサンドイッチのレシピは、 アメリカの公共ラジオ局である KCRW が2013年に取材した記事で公開されている。トーストサンドイッチは9枚の白パンを用意して、うち3枚をトーストして挟み、それを斜めに4等分して提供するというのであるが、エッグマヨネーズ、トマトケチャップ、卵黄マスタード、ガストリック、ボーンマローのサラダ、キュウリのスライス、トリュフのスライスなども挟むようになっている。 ありがとうございます。